さというのは完全に潰すのが価値ではないので、コテンパンにやっつけるのはもうダメですから。リラクル竹文字、リラクル竹の文字ってうるさいんですけど、はい、こいつら何なんですか。リラクル竹さん、ガーシーに刑業務妨害刑犯罪法違反をした件について当初してどう思いますかって言われても、事件を知らないんだよね。だって何なんですかね。ちょっと調べたいけどな、別に逃げるつもりは全くないんだけど竹文字さんってマッサージ屋さんを展開してる人ですよね。なんか変な人なんだよなそれこそぶっこってますね。いや、めっちゃ変な人じゃないですか。この竹之内さんっていうのが、竹之内がガーシーに何か言ったんじゃないですか。どっちが被害者だと言ってるんですかね。ガーシーじゃないですか。リラクルの竹の社長の方が加害者で、ガーシーが、ガーシーに嘘の垂れ込みをしただ。でも嘘の垂れ込みは犯罪には当たらんでしょう。別に嘘の垂れ込みをすることで、うん、偽計業務妨害になりますかね。垂れ込みなんて嘘だらけだし、うん、大体そうですよね。デマ流してガーシーがそれに乗ったわけ。あ、それはもう完全にガーシー側に非がありますよね、うん、つまりあれだ、裏取りをせずに使ったみたいな話だ。そうです、そうです。だから僕が誰かの悪口を堀江さんにって、僕が堀江さんに言う分はいいけど、うん、堀江さんがみんなにやったら堀江さんが罪じゃないですか、うん、ガーシーをはめたんだ、はめようとしてやったんだ、うん、わざとやった、どうでもいい話だな。まあぶっちゃけ罪にはならんでしょうね。結局トライストーンは潰せなかったらガーシー出せない、うん、これはね、戦というのは完全に潰すのが価値ではないので、うん、やっぱ相手の力をある程度残した上でグニッとこっち引っ張らない意味がない要は 100-0 で勝ったら恨みしか残らないので、はい、国民の皆さんから見たらトライストーンを潰せてないからガーシー出せなとかってなるんでしょうけど、それはもう絶対戦いっていうのはコテンパンにやっつけるのはもうダメですから、うん、どっか落としどころを。いや、でもはしご酒の企画は最高ですよ。ありがとうございます。だからあそこで言ってた、はいはい、すっぴんバーで飲みましょう次はもうね、みたいな。すっぴんバーの女の子からも LINE 来ました。堀江さんがすっぴんバー褒めてくれてるとかって。いやいやいや、すっぴんバーの子から連絡来ました。ちなみに、あ、本当ですか。でもあれ本当、入江君はパクリだけど、あのはしご酒は最高。いや、面白いですよね。おう、だって今日のしゃべりとはしご酒のしゃべりでは全然違いますよ、うん、入江さんがすごいんですよ。 あいつすごいね。彼はね、頭いいんすね。ゴルフもうまいし。あ、入江君今度ゴルフ行こう。いやいや、もう全然太刀打ちできないですよ。じゃあ俺レディースで。いや、すごいですよ入江君は。すっぴんバーそんなに気になるか。与沢翼君が気になってたじゃん。なんかそういうのが好きらしいですね。美人すぎる子がいっぱいいる店は、うん、美人っていうか、だからそういう塗ってるのが嫌なんですよ、うん、そうそう、お化粧してるのが嫌なんですよ、加工してるのが。そうって言ってましたね、うん、だからそれは別にね、はい、需要が100人に1人でも全然いけるわけですから、はい、そこのオーナーをやってるやつはそういうのが好きなんですよ。目を見て話せないです。ああ、言ってましたもんね。相席屋の元になったことで、元ですよね、オリエンタルラウンジで作った人ですけど、うん、西山社長って名前まで出ちゃいましたね。なるほどね、スピンバーやってる社長に、こうやっていつもうつみ加減でこうやって、もうちょっとで閲覧2万いくとこだったんですけどね。いや、行きましたよ、一瞬一瞬2万行きました。見てなかったはい、行きました、ね、行きました。